イエローオーラ総集編動画始まります。今回はこのような内容です。まずはこの動画。次はこの動画。
次はこの動画。次はこの動画。次はこの動画。Thank you.
はこの動画。パッションバーニングユーリ1ヶ月ニート事件、2023年8月18日の動画に出演した値。しかしその前に出演した動画が2023年7月18日でちょうど1ヶ月前でした。この間1ヶ月、値は出番がなくニートと化してました。ピクシブファンボックスでも扱っているので、こちらも見ていってください。次はこの動画。父ちゃん、あたいは思うことがある。どうしたユーリ？あたいって不遇多いと思うの。不遇？どういうことだ？パッションバーニングユーリです。イエローオーラです。今日の動画始まるよ。今回はユーリから話があるようだ。それではスタート。パッションバーニングユーリ、不遇な話。不遇ってどういうことだ？まずあたいは2022年5月5日にデビューした。本来ならここからあたいはいろんな動画に出るはずだった。しかしここから2022年9月1日まで動画更新がストップしてしまう。ユーリがデビューした頃は僕のコンディションが最悪で、デビュー直後に僕がしばらく動けない状態になり、しばらく更新できなくなってしまった。そして動画更新再開した後はオーラ劇場が開始。いくつかの話に出演しましたが、唯一のあたいのソロ出演会がみんないなくなった話。ボイスピークでオーラ劇場のセリフを読み上げる動画で選ばれたのがこのソロ回とトイレの話。そうだったな、悪気はないんだ。リニューアルして声がついて、さあこれからというところで値1ヶ月ニート事件。ぴったり1ヶ月出番がなかった。逆にデビューしたばかりのレイカやショート担当のめぐみねきはこの期間毎週のように出番があった。こうして聞いているとユーリ結構不遇なのかも。これからは値も報われるようになるといいけれど。というわけで今回はユーリの不遇な話でした。値だって不遇な話はしたくなかったけれど、このまま黙ってはいられなかった。最近レイカばかり出番があったからな。出演スケジュールを見直す必要があるな。それでは次回をお楽しみに。アキコじゃんけんタイム。アキコじゃんけん。じゃんけん。ポン。また見てね。